ああ、まだ向こうか。まあ、一回切った方が良さそうやな、ここは。ただ歩いてるだけやからな。こんな見ても、多分俺やったら面白いないしね。うん。やっぱ面白いとこだけ繋がないと。リスナーさんがね、去っていくわけですよ。おもろないって言ってね。このチャンネルおもろないって言って。やっぱりね、できるだけ面白い映像をね、お届けしないといけないわけですよ。ですよ。ってことは、まあいろんな言い方あるけど、ライブハウス日系ライブハウスですね。今やってないみたい。まあ夜やったらやってんのちゃう。まあ行きたい人おったら行ったらね。俺は知らんで、ここまで来るかい。なんで来なあかんねん。俺が出るんでもあるまいしね。そうでしょ。これでも曲がるとこを間違えたらとんでもないとこ行くからね。やっぱこうちゃんと曲がらんとあかんわ。その正しいところでね。で、曲がってからも結構だいぶ歩いたような気がするねんな、記憶では。大丈夫かな。間違えてない？合ってる？ほんま？全然違う方角歩いてんじゃん。左は違うな。焼けとんだり、ね、豚焼いとんだ。この撮影して喋ってるやろ。それをなんかこう後ろから聞いてて、あの通り過ぎた人もね、黙ってくれてるわけや。ああ、ありがたいことにね。なんかそれで喋りかけられても困るけど、あなた YouTuber ですかみたいな言われても困るけどね。まあ言われたら言われたで、名前言うて売名するだけね、見てくださいよ言うてね。それだけの話なんですけど、おそらくここね、この交差点を左やったような気がするんだけど、まだ早いよ。こう尺がね、枠が長くなったらもう編集でカットできるから、そんな見せられへんようなね、面白ないようなとこはね切って、面白いとこだけつないでね流すだけですよ。僕はね、まだ仕事、まあ、仕事というか半分仕事の準備中、仕事の準備中で、だから半分仕事やからね。ご理解お願いします。まあ、当然俺これ三脚持ってなんか喋ってるんやから、撮ってるってもう丸分かりよね。ようみんなこう黙ってくれてる。私映ってしまったんちゃうの言って、今カットしてよって、編集でカットしてよって、できるでしょとか言われたことないからね。